って何やお前何やお前おはようございますおはようございます取り合う結局何バイク歴だほんでトランポにしましたえトランポにしました結局車借りた車借りましたもう毎週トランポしてまーすもう買った方が早いですええー、なそのマスクいいでしょうおはようございますおはようございますちゃんとしたカメラでちゃんとしたカメラでもう一回撮りに来るんでおはようございますおおすげえすげえザガートとなにこれすごいもうもはやかっこええんかかっこ悪いんかよう分からへんなコロコロしますよねここまで来るとそれは僕らのまだ僕らの感性にはそうさああそうです僕らが追いつけてへんむしろだいぶ先行ってるそう先行ってるねあー確かにちょっとアイランブラと通じるところあるわフロントフェンダー手抜いたんこの質感から急にいやそれも俺らのセンスがやっぱ全然うん感性が追いついてないでもやっぱこのヘッドライトのこの辺りはようなんかこのウインカーとかなんかもうすごいなステアリングダンパー隠していくスタイルあ本当だマフラーも薫と一体型なんですよ、すごくないですか薫で隠してみる後ろすごいなYouTube よこっちイエイあ YouTube よこっちはあのパニミの提供用のちゃんとしたって言うとちゃんとしたらおかしいけど動画用です初参加ですね国代わりだって去年1年記念です今この10月あれ去年乗ってんかったやつっけ乗ってなかったですね去年なかったですね開催があったっちゅうねえ嘘あじゃあその時乗ってないへえー去年の夏かな？ああじゃあ乗ってない。もうちょっと早い時期やった、はい。コロナじゃやったから今年は。11月ぐらいに納車したと思います。ああそっかそっか。雨やってん。あそうなんですか。がっつり。ああ。そうそうそう。何が一番、はい、ちょっとパニミの魅力を伝えて。魅力ですか。うん、一番の見応えは。こんなにパニガーレが集まることないなっていう。何台動かへんなんやろなっていうね。そうですね。こっちはだけどまあアグスター間違いなく。いやどういう意味なんですかどういうことほんまにだからアグスタっていうのはあの決して故障が多いわけではないけどあの、まあ、そもそも完成してへんバイクやからそうですね大丈夫大丈夫え敬意を込めてやね敬意込めてね故障じゃないと故障じゃないと完成してないだけで、まあ、発展とだから買ってから完成させていくバイクなんこれからアグスタはそうあじゃあ YouTube に一番俺が紹介してほしいバイクを、はい、何ジェミライダーさんです知らん来てるんです YouTuber さんあそうな、うん、有力者いや、うん、有力者だ俺コビヘツラウでコビヘツラウ有力者じゃあウッシーパニ乗りやんか、はい、俺モンスター乗りやんか、はい、これ知ってるモンガーレ何ですかこれモンスターのパニガーレそういうことあ元はモンスターやけどパニガーレの世界をかぶせてるってことですかパニガーレのキャッカウルをかぶせてるそうそうそうだからモンスターのフレームで昔の900、1000かこれ1000の空冷エンジンに、はいはいスイングはもう多分全然ちゃうね、はい、これそうですよねもう自作な感じですよね多分 S2R か MH かなんかのパイプのスイングアームで、はい、でパニガーレのカウルをつけましたみたいな、はい、この構造でどうこう車体が保ってるのかが不思議ないみたいなしかもねまだ制作中ですねそうもうね俺が最初に、はい、存在を知ったのは多分1年半ぐらい前、はい、その時はあの骨やあ骨やモンガーレ1000って書いてますよね存在しないですもんね、こんなバイクは確かにフォークがちょっと長いよっ、さすがやな浮いてますね、やっぱりしかもアンダーカウルでも綺麗には作ってあるよね、すごくアンダーカウルがつかないんですよねあえてなんかな昔の900とかはさ、ハーフカウルのモデルってあってやん、はい、そのイメージなのかフルカウルにしたら空冷やからエンジンに風当たらへんし、はい
ほんまやこれは。ほんまで静止ハーフカウルやね、昔の 900SS とか。それで。そうそうそう、エンジンに風当てるためにも開けてる。そう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 、開けてんの。じゃあ先に戻ります。お疲れでした。お疲れ様です。ええ、マジで、え、ここで、わからないです。でも多分インスタントは使ってるから、あのサービスで。え、主催者さんつなごか。いや、今聞いたんですよ。うん、聞いたら落とし物でまだそういうのは届いてない。あ、ないって、はい、マジで。帰れんのは帰れんの。あ、まあそれはもうあれやとして、うわ、なんかごめん、かける言葉が全然見当たらへん。何ですか、 YouTube 撮ってないですか。それで画面めっちゃ映ってます。うん、思いっきり録画してるんやけど。これ大丈夫かな、アップして。マジで、え、あの主催の人には言ったんねんな。もし見つかったら追加、慰めのメッセージだけとりあえずじゃあ入れとくわ。ありがとう、動画のネタをわざわざ提供してもらって。いや、あの京都また戻ってきてちょ、連絡してご飯ぐらいおごるから。動画の収益でご飯ぐらい。伸びろ。パニミキで財布落とした言うて。作るわそれ用で。帰れるのは大丈夫やね。あ、お疲れ様です。気をつけて。お疲れ様でした。お疲れ様です。そんなところからなんか。あの京都のパニガールの出発ください。いや、ありがとうございます。なるはやり仕上げますんで。あの、しおちゃんにも言ったんですけど、はい、いつも一番悩むのが僕 BGM なんで、はい、ちょっと皆さん会議で BGM リクエスト取っててください。著作権とかも全無視で OK なんで、はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。いっぱい入れときますね。いっぱい入れとくね。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、お疲れ様でしたね。パニガーライミーティング、すごくいい天気というか、前回はまあね、あの夏でもう少し、何月やったかな、9月やったかな、もともとまあコロナっていうこともあって、11月に延期だったと思うんですけども、まあね、あの日中も過ごしやすくて、非常に良かったんじゃないでしょうかね。台数と規模がまた昨年より、まあ昨年は雨やったっていうのはあるんですけど、全然台数と規模感が大きくなっててびっくりしましたね。アグスタもドカティもトレーラーまで登場してましたし、アグスタはなんとモト2マシンからザガートから、ちょっと普通ではなかなかお目にかかれないバイクね。ドカティもうちょっと頑張ってほしかったな、どうせやったら。なんかもうデザート X とかね、 V4 のパイクスピークとか持ってきてほしかったなと思いますけど、まあまだ出てないんでね、あれですけども。というわけで結構取れ高はあったんじゃないでしょうかね。編集する時間がちょっと大丈夫かなっていう気はしますけども、今喋ってるのはね、今日出展されてた中で、今までにもねイベントに参加していて、ずっと出展されてて、ね、ずっと気になってたオメガオイルさんの、まあ、オイルの潤滑剤になるんかなをちょっと入れていただいたんですね。でオイルもまあ結構まあサーキット走行してましたし、オイルもまあへたってて、行きしのまあ高速でもそうですし、まあちょっとギア抜けが何回かあったり、入りが渋かったりっていうのがあったので、物は試しに、まあオイルがへたってる時の方が違いが分かりやすいよっていうことだったんで、潤滑剤導入しました。でね、あの明らかにシフトのフィーリングは良くなってますね。はい、スコスコって入る感覚っていうのは明らかに増してます。結構これいいんじゃなかろうか。お安いですからね。1回の僕のモンスター 1200R で言うと1回 3.5 リットルのオイルに対して、まあイベント価格とはいえ、まあ1000円ぐらいでね、投入できて、このシフトフィールが得られるんであれば、まあ、オイル交換の度にっていうより、オイル交換をして、へたってきたらこれを入れてっていうのを繰り返せば、滑らかなね、心地のいいフィーリングが結構継続するんじゃなかろうかなと。
思います。はい、久しぶりにやえしたな。幸運なことにね、どうやら新名神の集中工事的なものも終わってるみたいで、ナビを出すとそのまま新名神でね、伊勢湾岸で帰れそうな感じだったので、爽やかね、ハンバーグの爽やかに寄っていくかどうするか、悩むな。一人やしな。今日ね、MotoGP もあるんですよね。で、明日が雨じゃなければもうこのまま爽やか行って温泉宿探して一泊っていうのがもう理想やったんですけど、雨は降るわ、 GP の決勝あるわでしょう。ちょっと時間的に厳しいんよね。帰ろうかなね。いや、というわけで、まあ何本の動画に分けるかは分かりませんがね、個人開催とは到底思えないほど大規模な、イベント、まあおそらくそのドカティアグスタ関連のイベントで、まあサーキット走行会等々を除いてミーティングっていう括りで言えば、まあメーカーディーラーよりもむしろね、台数も規模感もなんかもう大きくなってるような気がしますけども、またね、来年どんな成長を遂げて開催されるのか非常に楽しみですね。で、僕もまあ微力ながらなんか賑やかしのね、お助けができればなというふうに思いますので、またご機会いただけるようであれば来年もね、撮影させていただきたいなと思ってますよ。さあ、これ帰ってから編集大変ですけど頑張ってやっていきたいと思います。はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。今回はパニガーレミーティング2021でした。さようなら。